京都、それは彼女が生きている証。この両親が止まらぬように見守るのが僕の役目。かつての主人、物欲の化身、自らの罪はいつの日か己自身を滅ぼすのだと、どうして早く気づけなかったか。彼女の半身に今も残る醜い焼け跡の跡は、あの二人の思い出を刻んでる。今日もまた迷い込んだ、何も知らぬ哀れな訪問者。彼らのすぐ墓場の主の胃袋に収まることだろう。主役気取りのあの女の子、いつも通りのわがまま断崖。片割れを失った寂しさ、少し顔に宿しながら、孤独な男がその死の間際に作り上げた森の奥の小さな映画館。忘れ去られたその時に何か締めたって舞い仕掛けの子守歌。試食の刀、未だ目覚めぬ彼らを待つ日々。すべての歌が語られた時に、ユートピアは完成するらしい。固定の針が止まることは、彼女自身の終わりを意味する。先付いてかけた歯車たち、残された時間は長くない。孤独な男がその死の間際に作り上げた森の奥の小さな映画館。館長を務めるのは彼がもっとも愛した千枚仕掛けの人形。覚悟は決めた、僕は自らの左胸にそっと手を当て深く差し込んだ。そして